お年玉もキャッシュレス。2023年1月4日水曜日、不思議レモンネットラジオ、今宵不思議なラジオでということで、今宵も不思議の扉へようこそ。不思議レモンです。さあ、お正月も3日過ぎて、週の狭間水曜日ということで、今日もお送りしていきたいと思います。今日のオープニングトークですけども、今のお年玉はなんとキャッシュレスで渡すということもですね、行われているということなんですけどね、それについて不思議レモンで見解を今日はオープニングトークとしてお話したいと思います。その他、不思議レモンの最新情報、不思議レモン何した？お次はレモンニュース&エンタメチェックのコーナー。新聞離れが止まらないということで、一般紙は15年後に消える勢いというね、ニュース。そして、幼稚園の騒音トラブルで初の校外調停というニュース。ヒカキンも愛用食パンソファーベッド誕生秘話というね、なんか話題らしいんですけどね。そのようなニュースを今日はお送りしていきたいと思います。フシースポのコーナーはまたも三笘選手がやってくれました、イギリスの、ね、プレミアリーグで、得点、ね、入れておりますけど、そちらのニュース。そしてその後はトレンドレモンのコーナーです。毎週水曜日は最新のヒットチャートをずらりとご紹介しておりますが、今日はラジオチャートということで、東京の JWAVE の TOKIO HOT100 では年間チャートも出ておりますので、そちらも合わせてご紹介したいと思います。今日も8時から30分間どうぞよろしく。こちら1月2日 FNN プライムオンラインより、お年玉も電子の時代、キャッシュレスお年玉を子供に大事に使ってもらうにはどうしたらいい。同じく1月2日テレ朝ニュースより、今時のお年玉キャッシュレス決済20歳以下の3割が希望ということですごい時代に入ってきましたよね。まあその20歳、まあもらう側がキャッシュレス、まあいたら決済での受け取りを希望する人が増えているということなんですけども、でもあれですけどね、現金の方が強いんですけどね、あのキャッシュレスより。結局そのお金の強さっていうのは、そのお金が何に使えるかというものだと思うんですよね。そう考えると現金って全てのものに使えるじゃないですか、全てのものに変換できるじゃないですか。でもキャッシュレスの、まあ言ったらお金って、あのどうしてもね、使えないところもありますし、現金じゃないと払えないところはありますから、そういう意味ではキャッシュレスの方が弱いんですけどね。お金の強さっていうのは、まあ言ったらそういう何もかもに変えれるものが一番強いので、やっぱり現金が一番強いんですけども、まあ、そんなこと言ったってね、20歳以下はそんなもん分かるかやってる話なんで、うん、あれなんですけど、でもなんか、でもどうやって渡すんでしょうね。あの、じゃあお年玉あげるよって言って、はいスマホ出してってチャリンってやつってなんかありがたみはないような気がしますよね。最初の、FNN の、記事でもそういうことが書いていて、うん、まあ、お金のありがたみが薄れそうな気がするというふうな、まあ、ことであったりですね、うん、まあ、いくら言ったらあげるのがいいとか、そういういろんな悩みもあったりするんですけども、あのほら、あのお年玉でしたらこうなんかね、封筒みたいなやつに包んでですね、渡しますから、まあ後で隠れてこそっと見たりするもんじゃないですか。その場で、まあ、開けるような子供っていうのは、まあ、親から怒られたりしますから、そういうのね、下品ですよみたいな感じで怒られますから、後でこそっと見たりするから、ワンクッション置かれるじゃないですか。でもキャッシュレスの場合すぐに2000円とか3000円とか出るから、なんだ2000円っぽいポッキリかよとか言ったら、結構子供って正直だから、あの、まあ、顔の表情に出そうじゃないですか。なんだ2000円かよみたいな感じの、これ逆に1万円とかで、おーで、みたいな感じになったりしますからね。そういう意味では、なんか、やっぱり普通のお年玉上げる方がいいんじゃないかなと思うんですけども、まあ、どうなんですかね。その、キャッシュレスが3割の、まあ、20歳以下の子供が、まあ、希望するということは、まあ、なんかそっちの方が、まあ、親通さなくてもいいというのもありますしね、ダイレクトに子どもの、そのスマホに入るというのもありますし、うん、まあ、そのダイレクトにこう自分が使いたいものっていうのがあるから、この心の中に現金もらうよりも、もうその、キャッシュレスでもらった方が、そのまますぐスマホのゲームを買ったりとか、まあ、ダイレクトに使えるという、まあ、手軽さはあるのかな。そういうところで、まあ、子どもはちょっとこうキャッシュレスの方が良かったりという人もいるのかなと思うんですけどもね。まあ、このような形で時代も変わっていくということで、どうなんですかね。数年後、数十年後はもう、
ね、キャッシュレスがメインになるんでしょうかね。この番組は新音楽レーベルの提供でお送りいたします。仕入れも何した？このコーナー、最新の仕入れもニュースを自分自身で言っちゃうというコーナーでございます。今日のネット配信をと言ってみたいと思います。朝9時、本日の仕入れモーニングカフェ、今日はサムライシステムスタジオ弾き語りライブということでね、まあ、私の結構こうコアな、エモなナンバーでございますけども、朝9時不思議レモン公式の方で配信しております。正午シネコニャンズアワーということで、今日はプレイバックシネコニャンズの風景ということで、去年のねお正月の風景、現役フシネコニャンズお正月全集合というね、こちら、正午シネコニャンズデジタルハウスにて配信しております。水曜日3時は私フシギレモのデジタル写真集屋根裏のカジュームの今年初撮りということで、フロムフシレモテレビ収録前の、写真を撮影して配信しております。お昼3時配信です。6時レモンチューブステーション、今日はフシレモが選ぶ最新、ヒットチャートレモネードテンということで、令和5年1月号今年最初の、私が選ぶ、ヒットチャートランキングでございます。10位から4位までずらりと発表。10位バックナンバー I love you、 9位 WOD バカとトラウマ、8位ナトリオーバードーズ、7位米津玄師キックバック、6位バウンディ忘れ物、5位 SG ルイスライフタイム、4位リサ一斉の喝采ということでね、いうことでございます。いいですね、リサさんの歌はね、ワールドカップのテーマ曲となっておりましたが、ベスト3、第3位バウンディ瞳惚れ、2位ミラージュコレクティブフューチャリング長澤まさみミラージュ、1位10フィート第0巻でございます。しかし10フィートさんのこの楽曲めちゃくちゃいいですね。本当にあの映画スラムダンクの劇場版のテーマソングとなっているようでございますが、まあめちゃくちゃいい、映画は見てませんけど曲めちゃくちゃいい、もう何回もリピートしておりますけどね。ということで、こちらのランキングは6時レモンチューブステーションでも配信しております。6時はレモンジュリーステーション、今日はジュリーは何した、細かすぎる沢田研二ネットワードチェックということで、今年初のね、コーナーでございますが、急なニュースが入ってきましたらレモンジュリーニュースに変更になる場合がございます。先ほど6時半しぎれもニュース沢田研二 YouTube チャンネルレモンジュリーステーションにて配信しております。7時本日のフシギレモンニュースということで、今日はフシギレモンテレビ今年最初のね、フシギレモンテレビの告知となっております。8時このラジオ現在フシギレモン公式 YouTube でプレミア公開中、プレミア公開終了がフシギテレビ上にて配信、フシギレモン公式で概要モードに配信しております。8時半水曜8時半の適当タイム、フシギレモンテレビの前のフシギレモンテレビでございますが、今日はプリンでございますどうしてもなんかプリンが食べたくなってですね、絹のプリン、これあの前に食べたこと、去年かな食べたと思うんですけど、2回目という、どれにしようかなと思って、どれも食べたことあるやつばっかだなと思って、プリンはねまあこれでいいやと思って、感じでございます。この後8時半ファンサイト演奏室で限定配信となります。9時水曜21時の TDM シレモテレビでございます。今年最初のね、シレモテレビということで、気になる話題としましては紅白&レコード大賞の話、キーワードトークは年越しの瞬間にしていたこと、今年行ってみたいところ、今会ってみたい人の、3つでございます。この後9時不思議レモン公式 YouTube でプレミア公開、プレミア公開終了後は不思議テレビにて配信、不思議レモン公式ライブも同時に配信しております。今日のプレバカはお休みです。以上今日のネット配信予定でございました。今日の不思議レモン不思議ジュールということで、今日は久々引きこもりの日ということで、まあ年末年始土日も休みなくこのラジオ等をやっておりましたので、まあ今日も休みじゃないんだけどね、これ引きこもりと言いながらフシレモテレビがあるから引きこもってるだけだってで朝から朝一でもフシレモコンテンツ制作でラジオ収録9時、朝9時過ぎですね。で、その後ジュリー音声収録で昼またいで、1時過ぎからフシレモテレビ収録、その後フシフシテレビ収録で、時間が余ったら、ジュリーカバー、制作、そのような感じの一日でございました。
お送りしたのはフシギレモンでメロディでした。フシギファイにてフルバージョンお聞きできます。フシギレモン何したでした。レモンニュース&エンタメチェーン、このコーナーでございます。このコーナー最新のニュース&エンタメを独自の視点であやこやゆうコーナーでございます。昨日1月3日の昼、火曜日お昼1時から本日1月4日水曜日の、午前9時までのニュース中心となります。こちら1月1日ヤフーニュースの記事から、1年で200万部減、新聞離れは止まらず、一般紙は15年後に消える勢いということで、ちょっと前のニュースになりますけども、こちらね、まあ新聞の、まあ部数というのはここのデータに出ておりますけども、とにかく年々減っているということで、しかも減り方がもうなんていうんですかね、異常な減り方、でございましてですね、2000年では、まあ、500万、5000万近くあったのが今2020、まあ去年でもう3000万ぐらいで、このままいくと、あと15年後には2037年にはもうほとんど売れてないという、もうゼロに近い感じ、衝撃のデータが出ているんですけどね、うん、まあ当然ですよね実際のところ、そのまず紙で頼むってなったら有料になるわけですから、買うということになりますから、まあ新聞屋さんと契約して毎日送ってもらうか、ポストに入れてもらうか、それともコンビニ等で自分で買ってですね、うん、見るということになるんだけども、まあ、ネット見たらもうただで見れますからね、同じような内容が、うん、どう考えてもそれはわざわざ買う人っていうのはいないという、まあ言ったらそういう、まあ、ジャーナリストとか、まあ、そういうニュースに関わる方以外で、買う人はいないということなんですよね。あとはメディアへの不信感ですよね。どうしてもメディアっていうのは左左派的な、まあ、メディアが多いですから、どうしてもこう、まあ反政権的な形、それがまあ事実であればいいんですけども、どうしてもイデオロギー先行するとですね、こうなんていうのか、疑惑とかそういうものをですね、あたかも本物、本当にあったことのようにですね映し出す。そうするとですね、読者がいやいやとそれあんたの主観じゃないのみたいな感じで離れてしまうという、わざわざお金を、まあみんな知りたいのは真実ですからね。メディアがやっぱりその疑惑で、こう持ってはいけませんよね。だからまあ自業自得なんじゃないかなと思うんですよね。一回まあフラットな状態にしてですね、本当のまあ真実とかそういうものを追うようなメディアがやっぱり、国民の中心になることを僕は願ってますけどね。こちら1月3日産経ニュースより、幼稚園の騒音トラブルで初の公害調停ということで、川崎市の幼稚園で子どもの声がうるさいと訴える近隣住人との間で騒音をめぐるトラブルがあり、国の、公害等調整委員会が公害調停事件として仲裁し、平成29年に和解が成立していたことが3日関係者への、取材で分かったということで、また、昨年11月には神戸市の認定こども園でも同様のトラブルがあって、住民側から川崎市に続き全国2例目となる、責任裁定の申請があったことが判明したということなんだけども、まあ難しい時代ですよね、本当にね、うん、まあ精神的とかその、まあ、ある種医者とか病院に行って、まあそういうストレス的なもので病気になったみたいな診断が下されるとですね、どうしてもやっぱり、まあ、そっち側が有利になってしまいますから、まあそのね、幼稚園側に関してですね、なんとかこうしましょうみたいな感じの、まあ、動きになってしまうということで、まあこの神戸のやつに関しては去年のやつはですね、賠償として園側に310万円の支払いを求めたということで、まあこれも子どもの声に関してね、騒音というかその賠償を求めるというのもなかなか、あれなんですけどね、うん、抑えろって言っても収まりませんからね。まあ非常に多様化も進んで、こう今の世の中、まあそれぞれの生活のスタンスというものを持ってますから、まあ引っ越せっていうのもできませんし、逆に幼稚園側にね、さっき言ったみたいに静かにしろっていうのも言えませんから、まあこのような形でまあ仲裁に入るということなんだけども、ね、まあ、難しい時代ですよね、本当にね。あのまあ先日でも、あの公園の声がうるさいというような、ね、まあ、1世帯の住民で、がまあ言って、それがまあ公園が廃止になるというようなニュースもこの、ラジオでまあご紹介しましたけども、うん、まあ、こういう騒音問題言えば本当にこれからますます難しくなっていくでしょうね。今夜のヒットチャート。
お送りしたのは不思議でもね恋の人チャット68ライブイン大阪2でした。シスポー、ここからはスポーツの話題をお送りしたいと思います。プレミアリーグ、ブライトン三笘薫今季3ゴール目ということで、またすごいこのね、ボールの受け取り方からドリブルで切り込んでのシュートということで、やっぱりあのワールドカップでね、その前から三笘さんすごかったですけども、あそこでやはりこうちょっとねワンランク上に上がりましたね。もう本当にビッグクラブに行くのももう時間の問題っていうのはもうたびたび言っておりますけども、もうね、動いてるでしょうねその辺はね。 CM フシギレモンファンクラブ演奏のお知らせです。フシギレモンの楽曲、ネットライブ、テレビ、ラジオ、すべての観覧、そしてフシギレモンデジタル写真集の観覧、リアルライブ、フシレモリリース楽曲、グッズの先行予約など盛りだくさんの内容となっております。ファンクラブ入会費用は月額3300円です。詳しくはフシギ音楽レーベルの演奏詳細の欄をご覧ください。フシギレモンのデジタル写真集、屋根裏の果汁物、ポスター写真にプライベート写真配信中。月額1100円、月額1100円、月額1100円。不思議音楽レーベルの音楽配信サブスクリプションサービス TrueFine、 月額1100円で不思議音楽レーベル全アーティストのシングルアルバムがフル視聴できるサービスです。詳しくは不思議音楽レーベルサイトまで。不思議レモンライブスペース電脳不思議レモショー、月額1100円で不思議レモンの新旧ライブ音源動画がご覧になれるサイトです。詳しくは不思議音楽レーベルサイトまで。不思議テレビジョン、不思議音楽レーベルのネットテレビ、ネットラジオが聞き放題、月額1100円、不思議テレビジョン、不思議テレビジョン。シネコニャンズデジタルハウスへようこそ。不思議レモンの可愛い愛猫たちの写真動画が月額1100円で見放題。フシネコニャンズデジタルハウスへどうぞ。シネモニュースは最後にまとめていきます。福島の郡山の4人死亡事故、漏れたガソリンに引火かということでね、車同士が衝突した、炎上した、軽乗用車の4人が死亡した事故ということなんですけどもね。ヒカキンさんも愛用の食パンソファーベッドが話題ということで、これは別に食パンでできてるわけじゃないんですよね。その弾力がということで食パンできたら腐るよね、本当にね、カビだらけになるしね。まあ、在宅が多いからこういうなんか柔らかいタッチの、
まあね、感じのソファーがまあ売れるんでしょうね。レモンニューサンドエンタメチェックでした。トレンドレモン、新しいもの、流行りもの好きの私、牛木レモンが最新のトレンドについてあやかゆうトレンドレモンのコーナーでございます。毎週水曜日は最新のヒットチャートをずらりとご紹介しておりますが、今日はラジオチャートということで、東京の FM、JWAVE と大阪の FM802 のチャートをご紹介したいと思いますが、まずは東京の FM、JWAVE の TOKIO HOT100、2022年の年間チャートが1月2日に発表となっておりますが、いつも思うんですけど、年越えてから年間チャート発表するのはいかがなものなのかな、年内にやってほしいなと思うんですけども、年間チャートベスト10ずらりといきます。第10位、レディガガ、Hold My Hand。9位が宇多田ヒカル、バッドモード。8位がザ・1975、ハッピネス。7位がオフィシャルヒゲダンディズム、サブタイトル。6位、テイラー・スウィフト、アンチ・ヒーロー。5位がビー・ファースト、ブレイブ・ジェネレーション。4位がリゾ、アバウト・ダム・タイム。3位がビヨンセ、ブレイク・マイ・ソウル。2位がオフィシャルヒゲダンディズム、ミックス・ナッツ。1位がアドの新時代でございました。まあ、強かったですね、アドさんのね。このナンバーは。そして今週の、チャートでございます。ベスト10、東京のJWAVE TOKIO HOT 100。 10位、テイラースウィフト、アンチヒーロー。9位がミラージコレクティブ、ミラージ。8位がスーパーオーガニズムのウォーフィン&ミョーウィン。7位がスカイハイ、ハッピネス、ハッピーボスデイ。6位がピンクパンサーです、テイクミーホーム。5位が宇多田ヒカル、ファーストラブ2022ミックス。4位がピナウ、トロイシバン、 You know what I need となっております。4位まで。次は大阪の FM802 の、ランキング、大阪 HOT100 と、10位から4位までずらりと。10位、バンプオブチキン、スーベニア。9位、ミッチ・ジェームス、スタック・イン、デニアル。8位がエルレガーデン、ストロベリー、マーガリータ。7位がシックボーイ、アフレイド、フューチャリング、ナッシング、ナウエア。6位、ゴーゴーバニラズ、ハイヤー。5位がクリープハイプ、本当なんてぶっ飛ばしてよ。4位がバックナンバー、アイラブユーでございます。まあ、気になる、そうですね、楽曲としましては、まあ宇多田ヒカルさんがね、ファーストラブね、2022ミックスということで、まあ全然聞いてないんですけど、どんな感じなんでしょうか。まああとは大阪の方ではね、まあ、ないなら別に無理に喋る必要はないとは思うんですけども、まあエルレガーデンはあの年末のイベントのレディオクレイジーに大取りで出たということなんでしょうかね。ベスト3ともにエンディングに。
お送りしたのはシグレモンでフラワーモンキーツアーでした。トレンドレモンの続きです。今日はラジオチャートということでお送りしております。まずは TOKIO HOT 100とベスト3第3位 The Weeknd Nothing is Lost You Give Me Strength 2位オフィシャルヒゲダンディズムサブタイトル1位がサラサ太陽が昇るまででございました。次は大阪の FM802 の大阪 HOT 100とベスト3第3位米津玄師キックバック2位がオフィシャルヒゲダンディズムサブタイトル1位が10フィート第0巻でございました。まあ本当に10フィートのこの歌はいい歌ですよね。ねえ今年もっとブレイクというか伸びていく、まあ映画効果もあると思いますし、まあプレッシャーもあると思うんですけどね。スラムダンクって言ったらかなりのレジェンドな漫画というかアニメの、再劇場版の主題歌ということでございますので、うん、まあ見事な 歌なんじゃないかなと。映画は全く見てませんけどね、ということで、今日は、最新のヒットチャートラジオチャートをお送りしました。しげりもんネットラジオ今宵しきなるラジオで明日は木曜日になります。同じく8時からお会いしましょう。しげりもんでした。全ては優しい。